trust my senses. Catch me if I fall. So done with second guessing. You seem to have it all. In love enough for anything. Emotional too soon. You got my invitation. Now the rest is up to you. Kiki rendezvous. Make some time for me and you. Get you over, treat you right. スーパーシックスエボハイモッド2020年仕様になります。どこから紹介していこうかなと思うんですけども、1回スーパーシックスエボを、BB13 は、特殊工具が必要なので外してはいないんですけども、それ以外は全部バラしてオーバーホールしました。でエボについてはアウターケーブルもインナーケーブルも、変えてます。でところどころですね、ちょっとおしゃれさを重視して白いケーブルを使ったり等もしております。じゃあ順番に紹介していきましょう。これですね、バーテープ、こちらなんですけど、以前エアロハンドルのバーテープの巻き方っていう動画を上げてたんですけども、コメントでおすすめのバーテープを教えてくださいと視聴者さんにお願いしたところ、リザードスキンが圧倒的に多かったんですよね。なので今回インの 2.5 ミリ厚の、ツートンカラーのやつですね。で上半のところで黒に変わっております。下半は4分の1ぐらい重ねる感じで巻いていて、ここはちょっと特殊なたすき掛けしてます。で上はカーブがきついので、ここがちょっとバラバラついてはいるんですけど、だいたい2分の1ぐらい重ねて極太にしてクッション性を高めてます。そういう巻き方をしてます。視聴者さんおすすめのリザードスキンに変えてみました。でリザードスキンの使用感としましては、今まで私スパカズとかを結構愛用してたんですけど、このバーテープについてはかなりもちもちしてます。で音聞いてもらうと分かるんですけど、かなりグリップがある感じですね。私結構これ好きですね。かつ今この 2.5 ミリ厚なのでクッション性も良くていい感じだと思います。バーテープは好みがあるとは思うんですけども、私リザードスキン使ってみて、スパカズもいいけどリザードスキンもいいなっていうふうに思いました。で続きまして、これはいいですよね。ステムはボントレガーのトリプル X、 これ動画で取り付け動画を上げてます。また見ていただけたらと思います。アルミのハイエンドステムを使ってたんですけど、それを今度カーボンにしてみました。感じとしてはかなり、剛性が上がりましたね。このトリプル X のステムの特徴かもしれないんですけども、しなるというよりかなり剛性が上がって、こういうふうに振動とかした時に、感覚としてですね、感覚の話なんですけど、結構ポンポンポンって、軽量になった分なのかカーボンの特性なのか、ポンポンポンっていう感じの、軽い感じ、ちょっと表現があれやな。で続きまして STI レバー、 STI レバーはなんとちょっとこっち向けますね。デュラエース9100の STI レバーにしました。左右とも当然デュラエース、デュラエースというか今の R8000 とか R7000 も一緒なんですけど、ブラケットカバーにこういうふうに溝が切ってあって、滑りにくくなってます。フロントディレイラー、
フロントディレイラーもデュラエースです。9100です。で、リアディレイラーも9100のデュラエースを使ってます。デュラエースになるとですね、ちょっと見づらいんですけど、こういう風に、肉抜きされてたりとか、ここがカーボンですね、カーボンになってたりとか、リアディレイラーに関してはかなり芸術的な作品になっていると思います。で、その変速関係をですね、全部このデュラエース9100にしてみました。まあ、チェーンもデュラエースで、スプロケはアルテグラですね、 1128T 新品交換しました。まあ、サドルとかシートポストは変わらずで、ブレーキはアルテグラの R8000 ですね。ここはデュラエースグレードじゃなくてもいいかなっていう感じです。今のアルテグラで満足してますし、もしもっとブレーキ性能をアップさせたいって思ったら、もうディスクロードに移行します。はい、なので今このアルテグラ R8000 のキャリパーブレーキで十分、何も不満とか問題もありませんので、ここは、デュラエースにはしてません。ペダルはデュラエース9100のやつですね。はい、で続きましてこれ変えました。タイヤをですね、コンチネンタルのグランプリ5000、これは 28C です。 28C にしました。でグランプリ5000、以前からまあ他の YouTuber さんもグランプリ5000は最強だみたいなことを皆さん言っておりまして、そんなにすごいのかなっていうことで興味本位で買ってみたんですけど、グランプリ5000すごいですね。こちら 28C なんですけど、全然もう軽い、なんか浮いてるような、平坦を走るときはなんか浮いてるような感覚ですし、でカーブの時、まあ、28C 履いてるからかもしれないんですけど、かなり安定感があります。かつ 28C を履いたことによって乗り心地はだいぶ良くなりました。なので普段のロングライドとか、まあ、そういう目的で私使うことが多いので、 28C のグランプリ5000で十分かなと思ってます。まあ、レースとか出る方だと、まあ、軽量化を重視して23とか25とかの方がもしかしたらいいかもしれません。ということで、2019年仕様から2020年仕様、何が変わったんだっていうパーツをご紹介しました。